石火系地図石火系は、鳥取県日野郡日南町に位置する渓谷。奥日野県立自然公園の指定区域内にある。一般的に現在石火系と呼称されている区域は、南石火系を指す。日南町生産地区周辺を中心とし、因果川に架か,かる部分を、北、石火系、日野川に架か,かる部分を、中石霞系、岩見川に架か,かる部分を、南石火系と呼ぶ。 北石化系は穏やかな流れで、淵や浅瀬が多いのに対し、南石化系は、河口岩を侵食した断崖が差し迫り、数多くの奇岩が見られる。中でも高さ15メートルの獅子岩は、圧巻で、他に、仙人岩、畳岩、桃岩、天狗岩などの奇岩、海石や地元の奇炭が伝わるお虎縁などがある。春の桜、初夏の筒子、秋は紅葉など、 色とりどりの景色を見せる。とりわけ筒子の種類は多く、岸筒子、山筒子、大仙蜜葉筒子が咲く。山条村の官主、内藤岩尾や根尾小学校長の池田哲修らが中心となり、継承地として推進活動を行った結果、1932年に国の名称として指定を受けた。その後、1956年に文化財保護法の改正により、 名称としての指定が解除となった。なお、石化かという名称は1918年に池田鉄州による命名で岩見村及び河村にまたがる渓谷であったためその名を付けたとされる。ありがとうございます。